競技は男子の 400m 決勝です。第2レーンから選手をご紹介いたしましょう。第2レーン、祖父江たくみ君、中京大学。第3レーン、瀬戸亮太君、近畿大学。第4レーン、須賀野亮太君、山口大学。第5レーン、松山清和君、福岡大学。失礼しました、松清和君、失礼しました、福岡大学です。第6レーン、市野大地君、岐阜経済大学。第7レーン、吉岡文也君、福岡大学。第8レーン、稲井達也君、関太平洋大学。そして第9レーン、三原大輝君、東南大学。以上8名になりまして、男子 400m 決勝、ご注目ください。福岡大学は吉岡君。さあ、そこは福岡吉岡君、一番長いパンツ、同じく福岡松清君。松清君、これはストップするで。松清君、吉岡君、そして岐阜経済、一之君だ。速報です。ジャック、福岡大学松清君、47秒06。次回の結果、選手発表までお待ちください。ここで男子 400m 競争決勝の結果をお知らせいたします。1着、松木翔君、福岡大学、記録47秒06。2着、吉野君、ちっちゃいやろ、氷が。吉岡県、福岡大学、記録47秒39。以下の結果につきましては、電光掲示板をご覧ください。